ゆっくり霊夢です。今回も始まりました、大宮J2残留への道。今回は第26節岡山戦です。今回の試合は超大荒れでした。まず前半32分に先制点を入れられてしまいます。その後は相次ぐ誤審理、本来なら1対2で勝利のところを敗戦とさせられてしまいました。またしても勝てる試合を落とすことをやってしまった。試合の振り返りは以上です。次に順位を見ていくよ。相模原は新潟に逆転負け、北九州はまさかの逆転勝利、富山選手が1点取ったよ、松本と愛媛の直接対決は愛媛が勝ったよ、草津は3対0の大勝、栃木はヴェルディに引き分けたよ。下位のチームがほとんど勝ったことにより、オーダーが急上昇。次の松本戦では勝つだけでなく、他のチームが負けることも求められる、厳しい展開となったよ。では最後に残留カウントダウンだよ。残留カウントダウンとは、J2残留に必要な勝ち点を46とした場合の、必要な成績を可視化したものだよ。今回の岡山戦でカウントは、いよいよ必要な勝ち数が負けを上回ってきました。来週は栃木と群馬の直接対決、愛媛と栃木の直接対決、あと我らが大宮の松本との直接対決があります。私は今週勝てるかどうかで残留が決まると思っています。なので後で投でもしようと思います。ということでご視聴ありがとうございました。来週の動画も見ていってね。